白ハヤブサは、長高ハヤブサ木ハヤブサかハヤブサ族に分類される、鳥類。ユーラシア大陸北部、北、アメリカに分布する。日本では、少数が、冬鳥として北海道などに飛来する。全長オス51センチメートル、メス55センチメートル。翼海長オス115センチメートル、メス125センチメートル。ハヤブサ族最大種。 翼の先端は尖っているが、根元は幅広く、尾は、はやぶさよりも少し長い。単色型、中間型、暗色型があり、単色型は全身が白く、和妙の由来となっている。上面は黒い鱗状の斑点があり、下面には黒く細い斑点がある。またこの黒い斑点がないものもいる。北極圏近くのツンドラやその周辺の森林、鉱山体等に生息する。 冬季には海岸や原野など開けた環境に生息する。植生は動物食で蝶類、哺乳類を捕食する。蝶類の場合、空中よりも地上や水面で捕らえることが多い。5月頃、岩場やそのような場所にある他の蝶類の古巣を利用し、4から5卵を産む。放卵期間は28から29日で、ヒナは 孵化してから46から49日で育ちを終える。高狩りに用いられる。吉丹国史の女子東北予後国ためとなり、五国の東施設大会で名高、デメータ化、自、怪盗しかもらいとの傷つから、ウア青と呼んで、特に女子及び後の満州族はこれを徴用した。また、アイスランドの国長でもある。ありがとうございます。